はい、どうも大地です。サッカンです。はい、今回は実況パワフルプロ野球90。わーこれ早いんやから消えんの。さっさもっと言わんと。何実況パワフルプロ野球の、94。94といえばこちらは初代の、パワフルプロ野球ですね。パワプロの一番最初に出たやつってこと？そうです。初上作や。そうです、そうです。じゃあやっていきましょうよ。はい、やっていきます。うん、今回も兄弟でやっていきますって言わんね。今回も兄弟でやっていきます。もう全然久しぶりから感じがないやん。もういきなりミニペナントもあるし、キャンプもある。キャンプってなんだ？練習ってことかな？練習ことかな？シナリオもある。コントローラーセレクトも。コントローラーセレクト？どういうこと？わからん。一発じゃわからんけど。バーサスモード。まあそれでいいんじゃないですか。うん、これね、選びゃいいのに、わざわざこう。並べるっていう。そうやね。この頃から観戦モードがあるっていうね。あ、ほんとや。野球好きが作ったんやろね、このゲーム。あー、なるほどね。うん、さあ。よし、選んでこう。うわ、これ、ドラゴンズ、これ。古っ。古いな。ずっと5月5日やん。この子、94年、もう野茂いるでしょ。ほら、これ前も言っとったな、前の実況の時。言ってたな。ハリスさんの時も言ってたわ、ノーモールじゃなんじゃって。多分、イラブもおるし、清原もおるはずよ。ああ、なるほど。うん。千葉ロッテや。あーこの色な。あの、変な中途半端な、寝巻きみたいなユニフォームの時の。あんま言ったらロッテファンに怒られるけど。そう考えると、セリーグってのはあんま変わってないね、これ。変わってないね。うん。中日ぐらい。パリーグはやっぱほら、人気がなかったから、一新しようと思ってさ。なるほど、うん、スタイリッシュなのに変えてったよね。それはまあこれは変えるわね。うん、そうやな。なんで右足を上げたんだい君って話やな。バランス感覚が半端ない。やっぱいや強いチーム選んどった方がいいような気がするなっていうのね。そうだよね。どうしようかな、俺清原がおる西武にしようかな。俺なんか大体パリーグ選んでる気がするな。じゃあ俺はジャイアンツかよ。ジャイアンツかな。おお、来た。松井おらんかな、まだ。松井って何年。あ、イチローはおるはずやで、確か。イチローおる。でも毎回イチロー選ばんという感じになるやろ、そうしたら。そうやね。ストップ。ストップ。もう一回いこうか。ストップ。よし。DS ありでいく。ありでいいんじゃないですか。今、お前、危なんもん。今、ありになったけど、ありになったからよかったけど。西武ライオンズ球場。東京でも。あ、これやっぱ昔から一緒なんだ。ちゃんと実名だって、藤井寺まである。福岡ドーム、明治神宮球場、名古屋球場やん。名古屋球場知らんやろ。知らん。名古屋ドームの前やん。なるほどね、うん、甲子園、横浜市民球場。市民球場はあれ前でしょ。ああ、芝ハゲハゲの。そうや。一般人が使うから。まあ西武ライオンズ球場でいいんじゃないですか。はい。あ、え、球場ドームじゃなくて。ああ。今あれやん、あの、ドームやけど、外みたいな寒さと暑さの。なるほど。そうそう。メットライフドーム。お、清原おりゃん。やろ、当たり前やん。辻やんか、今の西武の監督。ほうほう。平野さん、あの、あれ、あの、守備がめちゃくちゃうまくて、90円前で取った人や。ああ、なんか出てたね。そうそう、石毛さんも知ってるし、清原さんも知ってる。秋山なんかあれやろ、当時メジャーリーグに近い選手って言われた。トマシノさんなんてプロ野球ニュースよく出るやん、これ。うんうん。伊藤さんほら、今中日のヘッドコーチ。はいはい。田辺さんはちょっと知らんけど。なんで田辺大塚さんほら、今あの、東北福祉大の監督やってるか、うん。わからんけど。前やってたと思う、確か。なるほど。あのほら、落合のなんか、企画でホームラン打てるようにとかっていう。あー、なんかあった、ね、なんか YouTube で流なかったかい。なんかあった気がする。あれで右打ちの方がお前断然いいよみたいに言われた。なるほどなるほど。そう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 。あの頑張れプロ野球に金村さんと一緒に出てた。なるほど。したよね。奈良原。奈良原ってあれかな、日本ハム行く奈良原かな。あ、中日軍は。ちょっと覚えてないわ。このファームっていう考え方よ。考え方って表示方法。普通2軍やろ。そうや、ね、2軍や、ね、今の時代やったらね。うん、ファームってまあ今でも言うけどね。なるほど。ちょっともう
あ、取り返しつかんかと思った。石井って石井隆かな。角。工藤。角大元。なるほど。杉山をちょっと。あ、工藤は工藤君康やろ。なるほど。うん、角もうちょい出てたのに、あの、今のパワープロでも156って出たと思うけど。なるほどなるほど。OB 枠で出るときは、もうこれでいこう。あ、ちょっと待って、もう一回、清原だけ見よう。清原。清原、打撃が。あ、打撃見れんのよ。うん。ないよ。これでいきましょう。打率で判断するんだけどね。そうやな。あ、原が4番やん、まだ。あ、松井おるやん、レフトで。もう出とんやん、この頃から。松井や。あれやろ、育てようとしてたんやろ。なるほどね。うん。9番にあれ、せがれゴールやんか。ああ。うん。あれか。そうそうそう。あと、元木もおるし。うわ、元木。元木もおるし、モスビーもおる。なるほど。河合もおるやん。うん。モスビーもおるで。モスビーどれ？ああ。やろ？ファームやん。知ってるやろ？知らん。でも、こいつ、総合力と守備ええやん。守備はいいんやろな。でも、打てんかったんや。篠塚さんまでおるし、駒田もおるわ。この後横浜に FA 移籍する。岡崎は？あ、岡崎は知ってる、なんか。岡崎さんはなんか、セカンドだよね、確か。なるほどね。当時のセカンド、なんかなかなか決まらんかったよな。うんうん。今もあんま決まってないけど。西岡は？ちょっとわからん。じゃあ、モスビとかよ。いや、モスビも知らんのやろ。元木は？あ、元木も入れんねえけど。でもな、せがれ追ってほしいやろ？そうやね。うん。モスビとかよ。お前外野おらんやないか、ベンチ。誰にやら好きなんや。でも、そうやな、能力値的には。いや、駒田ファーストやからな。うーん。もうこの頃の原はファーストなんや、サードじゃなくて。デーブ大久保がおるけど。DH に。あ、ほんとだ。うん。岡崎さん変えよう。岡崎さん変えるんか。吉村やん、PL 学園。まあ、こんなもんで行くの、うん、バーフィールドって知ってる？バーフィールドなんか聞いたことあるけどよくわからん。まあいいか、うん、これでピッチャー桑田や。あ、ほんとだ、うん、桑田や。桑田、橋本モールやんか。 PL の後輩の斎藤も牧原もオフかいの。ほんとや。うん、いや牧原入れとかんと。うん、その人と、なんて読むか分からんけど。なんて読むか、教えて。なんやろ。分からん。カドナ。カドナ期待はすんだってことか。橋本？調子のあれで言ったら。うん、橋本かな。うん。もう桑田はもう。木田も知ってるやんか。いいやつばっかやな、このチーム。木田も入れる？でも入らんやろ。まあ、枠がないわな。うん。すげえな。いいね、うん、ワクワクパックやな。ほんでこれでいきますよ。松井もやっぱり最初レフトやったんや。いや、松井センター、あのメジャーリーグのスカウトが見た時に、うん、あ、えセンターって思ったらしい。あ、やっぱ足も遅いし。なるほど。だけど、あ、読みとかがいいんやなみたいなんで納得したんやて。なるほど。まあ、結局レフトで使ったけどね。そうやで、あの松井がセンターやってた頃の世代やから感覚をくるんよね。センター足速いやつがやるっていうイメージが最初なかったよ。なるほど。変なことに野球やってないから別に、普通にその実際に。あ、これ B でバット振るんや。なんなんや、俺の思い出話もさらかいな。いやいやいや、だってなんかちゃんと振れんなと思ってたよ。わあ、でもパワープロよくできとるなこれ。うん。おお、入った石。難しい。あ、全員ベイブルースみたいなのはどうにかならんのかな。これがパワープロなんやろね。そうやね。よーし。難しい。あ、チェンジか。ライオンズマーク、なんか
音がボワワ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 ってなんか歓声がすごい遅れて聞こえん？聞こえる。何重にも遅れて聞こえる。フィードバックして聞こえるというか。桑田、桑田いろんな球投げれるやん。辻、ノムさんに辻はなんていうっけ、なんか野球を知り尽くしたみたいな感じのこと言われたの。確か。あ、そう、うん。え、むずいやん。あ、遠くで実況がなんか喋ってる。聞こえた？いや。え、忍者が任務中になんか敵の反応を見てるみたいな。全然わからん。感知タイプやないから俺。全然わからん。本当にかすかに言ってる。いや、そんなん実況じゃないやろ。全然打てんやん。昔の野球ゲームあるあるよ。一切打てん。これ当たらずに終わるんじゃない？てか回とか選択できんかったな。あ、確かにできんかったね、うん、あ、もう野球といえば9回までやるやろっていう感じ。アホかお前ってことなのな。DH って書かん、指名打者って書くんやって。あ、本当に。お、打った。お、いやー、ファールか。止まっとるわライト。あー、奥歯、奥歩すごい動くな。お、松井。出た松井。将来のメジャーリーガー。ここはいいとこ見せたいね。もうでも55かっけえ。あ、強振なってた。すげえ淡々と進んでいくけど。清原。清原。おー、来た、KK 対決。果たしてどっちが勝つのか。清原が打った！バウンド高すぎん？いや、そりゃそうやろ。清原やもん。よし。さすが清原、若い時やからな。機動力がある。なるほどね。うん、ダメや。打てる気がせん。ファール。ダメやな。よし。指名打者、鈴木健。健鈴木。なんで外人しような。8番。いや、追いつかんのやもん。全部打っとるやん。え？危な。清原が盗塁。今の当たったんじゃない？当たってなかったみたいです。出た、殿下の宝刀、バーフィールド。そうなの？いや、知らんけど。背番号は肉。清原、ジャンプ！あー！難しい。お、村田当てた。走れんのか。走れんとかある？振り逃げ怪我しとんか。振り逃げはだって三振後じゃないと。ああ、そっか。来た、せがれ。うわ、スライダーの曲がり方えぐいな。そら石やもん。今の入ってた？入っとるよ。来た、伊藤。あ、打たれた。よし。よし、オッケーオッケー。田辺。ああ、デッドボールやん。倫理的にデッドボールにしてくれやん。よし。で、次が辻やんか。辻やん。
通じやん。よし。いやいや。あ、違う。あ、違う。あ、よし、オッケー。くっそ。ムカつくぜ。ダーツの矢投げとくわ。なんで。とって。誰もおらんのかい。誰も取りいかん。最悪や。あー、スジヤン。よし、オッケー。スジヤンじゃない、平野か。まいったな。1点取られたな。よかった。パーム。あ、くっそー。どうした？冒頭やったのに。河合5本打ってるけど。ほんとだ。俺のイメージじゃあんま打たんイメージやったんやけど。全部ファールやんか。時々パームが気分で投げれん時があるよね。気分で投げれんことあるやん。届かんかもしれんって思ってんのかな。うわ、取れるんかこれ。ああ、取られた。これ、落下地点ないってむずいぞ。石毛。そろそろ投手変えようかな。KK 対決が？KK 対決したい？いや、別にいいけど。なんや。もう終わったもん、一回。牧原行こうかな。斎藤じゃなくて？もう選んだから無理やけどな。振り返しはつかん。なるほど。ほとんど投げれるやん。うん。ほとんどではないやろ。落ちんな、そのフォーク。牧原、フォーク落ちるはずないけど。調子普通やからかな。俺も普通やで。カーブ？え？2球目で暴投。あー、よし。石毛。出た、清原。頼む、清原、打ってくれ。よし。当たらんわ。あ、打たれた。よし。取って取って。取らんでいい、バーフィールド。よし、オッケー、バーフィールド。なんなんかよ、お前。なんもせんって契約やったろに。そんな契約ないやろ。あ、根元に当たったのに。よし。いやー、吉村。間違えた、ホームにした。続けん。ああ。パワープロって初期なんもないんや、こうやって音。うん。実況っつってんの。今、ウグイス城の声とか流れてる気がするけど。聞いて流れてる機械な。なんかほんと、なんか隣の家からラジオ流れてくるぐらいの。あ、それで実況なんや。うん、そうそう。わからんわ、そんな。言われてもよくわかったかわからんぐらいの感じや。なんなんこれ、全然打てんけど。4番ファースト原。原監督？ああ。松井とかぶっとったやな。まあ、なんか最近の選手ってイメージあったけど。最近の選手ってイメージはないな。大久保指名打者やんか。ガーセリーグは DH 制入れるんやろうか。さすがにやめるか、それは。ああ。原監督がずっと言ってるけど。DH 制入れようって。うん。なるほどね。ダメや。ああ、根元。よし、出塁した。早い、あいつ。若い頃足早かったからな。ああ、なるほど。うん。近っ。よし。遅っ。完全にセーフやと思ったんやけど。スライディング下手なんやろな。下手なんやろね。
あの若干落ちるフォークないの、あれスプリットみたいなの。この時代からやってんのか。でも槙原さん普通のフォークやろ。いやでも昔から村田兆治も投げたらしいんよ、スプリット、トミージョンの後に。なるほど。本人が言うにはああいうの投げた、早くてちょっと落ちるフォークってのは。なるほど。ただ言ってなかっただけって。なるほどね。欲しいやのフォーク当たってもいいんやけどな。静かなるよ。沈黙のかセガールや。沈黙の野球やるんじゃない今度から、セガールが。静かに野球するね。パーム鬱陶しいね。基本やっぱ落ちる球が打てんかったって感じなんかない、当時の野球のイメージが。うん、やっぱまたパーメン、うん、そんなでっちりで構える。お よーさーアウト、来たせがれが、くそせがれ、せがれ打った。ああ清原、ああまたパーム、せがれ。石15ケースしてるけど。マキャラも出てきたばっかりの5ケースしてる。振りすぎやろこのチーム。振りすぎやね、うん。いやストライク入ったんやけど当たるはずないけどな。あ、あ、危ねえ。一撃。よし。今のストライク。ああ、嫉妬いいな、このピッチャー。さあ、清原。ああ、打たれた。うーって言ってる。戻れ戻れ、よーし、秋山、よし、なんで当たらんのあれ。タイミングが全然合わんないけど。じゃあさすがに変えとくか。ピッチャー誰？し、まあいいけどね、二人とも。塩崎かな。塩崎さん。シンカーの高津が参考にしたシンカー。なるほど。うん、お、打ちにくそう。進化も H 進化なんじゃない、それあの後に出てくるやつ。そうそう、高速進化、うん、今のは何進化やろ。いや冒頭やろ。なんで2回連続ストライク入らんだよ。あ、石井の方が良かった。うわ、オッケー。全然石井の方が良かった感じあるけど、うん、でもやっぱあの進化強烈やわ。よし打ってた、よしよし、オッケー。なんでおるんよ。だって守備が上手い人やもん。送球がすげえ上手かったん、ね、確か肩が強い。 なるほどね。槙原帰るか。え、斎藤、石毛、斎藤かな。斎藤、斎藤正樹ね。なるほど。200勝いかんかったっていうのが衝撃の事実って感じするけど。なるほど。それぐらいすごかったピッチャーやけど。サイドスロー、そうやね、サイドスローで本格派とかかっこいいわ。あの高橋礼みたいな感じ、あのアンダースローで本格派みたいな。なるほど。かっこよさで言ったら
アンダースローで本格ハードガン。ほんと何年ぶりやん。山田久志以来やろ。本格派っての意味が分からんけどな、正直。本格派って定義としてはどういうことなの？ん？もう本格的ってことや。いや、それが分からない。そんなのプロやったら全員本格的やろ。そうやな。本格的に野球を始めたのは。で、その頃から本格的、派やないのね。本格的やから。じゃあ本格派じゃない人だってまだ本格的に野球やってないんだから、まだポテンシャルがすげえんや、うん、なるほど、覚悟決めきれてないんや。そうやな。もう行くとこまで行ってんのに。そうや、おかんの目とか気にしとんやろ。やめた時とかなんて言われるかは知らんとか。おい、危ない。なんとなくやけど、そのやっぱスタミナがあって先発型、先発で、まあ今の時代で言ったら6回7回まで投げれるみたいな。なるほど。で、ストレートが結構早いみたいな感じじゃない？って感じなんか。イメージとしてはね。あぶねえ！くそー！よし、2点目。いや、パープルは俺のがうまいんやな。そうやね。うん。やっとるもんね、そら。うん。聞いたことないやつは俺の方がうまいかもしれない。そうやな。聞いたことないやつって失礼やけどな。聞いたことあるはずなんよ、みんな誰かが。どっかしら聞いとるはずやん。でも、俺らの地域ではやってなかった、ね。やってない、見たことない。そもそも野球ゲームやっとんのが俺ぐらいやったから。ああ、確かに。うん。石毛。あ、斎藤。斎藤ボコボコやん。斎藤大丈夫、まだ3点しか入れられてないから。いや、3点って今、一番入れられたんやけど。過去のパワープロ作とかで対決したやつは、うん、大概入れられたな、うん、7点とか一気に入れられてたから、うん、ちゃんと野球らしくなってきたやん。よし、払うと。よし、 OK。 なんて言うの、アウト。若干うまい。うまいな。すげえ進化やな。あ、くそ。落ちると思ったやな。あ、くそ。落ちると思ったやな。そうやろ？そうや。うん。うわー、今の入んの？手出せんかった。上原もこんな感じで抑えるみたいやからな。なるほど。ストレートかフォークかみたいな。なるほど、うん。しかもフォークが何種類もあるみたいな。あー、それは厄介やわ。うん。ああ。俺がメガネかけ直してる時に投げてきやがった。それ見てなかった。いけ。お、これ飛んだね。なんでそんな後ろ下がりすぎや。バーフィールド、あれやろ。バーフィールドどうした？保守的なんやろ。ああ、スリーベースヒットや。キャッチボールや。試合前にやっとけ。鈴木健。いけるか。ホームランか？まずいまずい。ホームランだ！いった、鈴木健。さあ。早いな、走んの。浦和やったっけ？高校は。くさあ。浦和やったっけ？確か埼玉の高校やな。うわあ、引っ張ったね。河合頑張ってんのに。ボコボコや、もう、斎藤。斎藤全然変わらんけど、石毛がおるのにまだ。石毛さん抑えやから。いや、抑えて。抑えられてないんやから。抑えもクソもないん、ね、なんか、球めっちゃ遅くなったんやけど。そうやな。バッティングピッチャーより遅いんじゃない？うん。だって、
バッティングセンターの、あの、ほんと、子供とか女性がやる用の速度やもん。うん、今しっかり発音したな。おー、ま、大丈夫か、あれ。こんなんで抑えて。打ちすぎなんじゃない決まっとるぞ、あれ。打たれた。あー、ゴロか。守備練習。おもう9回や。早いな。これはもう、大逆転が待っとるわ。今、待つわけないやん。これはもう角にしよう。抑え角？うん。よし！ようやく平野から、逃れられた。別に平野が、投げてるわけじゃないんやけど。これまたスライダーの曲がり方が台湾の選手やんか、各体験。台湾のレジェンド。あー、ま、戻ってくれ。あぶねえ。足速いな、あいつ。バーフィールド。こうなったら、あ。な。代打出そう。代打。モスビーか。モスビーここに来て。あ、でもモスビー、あ、そうか。あれ、総力と守備やった。誰だ、その。篠塚さんかな。篠塚さん。こんなからやったら。うん。行こう。天才、篠塚。お広い。広すぎるやろ。あ、そうでもないか。いやーほらえ冒頭冒頭や。おい、外野取り来いや、というか。なんで次進まないの？なんで戻んの？あ、危なそれはお前が悪いよ。操作してんのはお前なんやから。スライダーが速い。ボールやって。かわいい、広いな、おい。あはなんもなく終わった。なんなんや。失敗。一点は入ったやろ、さっきの。なんかすげえ個性的なおっさんが外野におるけど。ほんとや。メガネかけたみたいな。ミニオンみたいなやつがおる。誰やろ、誰が今ヒーローインタビュー。石井？石井やね。あ、ピッチャーの石井か。ヒーローインタビューは。桑田は、出てこんか。出てくるわけね。だって桑田って、投手成績で見たら、3回投げて安打3で失点1やもん。なるほど。うん。一番牧原がいいんか。そうやね。三振も8取っとるし。牧原でよかったやん。俺は多分、石井がすごいはず。石井すごいな。お？元戻んねや。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、またあのツイッターなども更新しておりますので、そちらの方よろしければご覧ください。うん、またチャンネル登録も よろしければ、していただけるとありがたいと思います。コメントとか。あ、そうですね、コメントもありがたいと思います。そうやね。はい、ということで今回は終わります。さよなら。さよなら。Go shit show. Allegato go si meth shit tar. Go we can. Go can sao ga. Go si meth shit raw. Comment rum ni cut kit com de kudasai. Hawk ni more. Play shit teho si game ga. Go si meth shit raw. Comment rum ni cut kit com de kudasai. Salut ter wow. Sayonara. Sayonara. Sayonara.